新刊評価という最初に患者さんに、患者さんのどれだけこう体が動作するのかっていうのを評価を一番最初に皆さんでこの部屋でするっていうシーンを今度は撮ります。まあ、おそらくいつまで、まあ、正常ですとここから評価に入るんで、はい、ちょっとだけ後ろ下がります。で、担当療法士の人が一番近くで、はい、で、はい、はるかは、はい、で、多分私も名札とか見てたりとかして、で、隣に先輩の療法士がいらっしゃって、はい、で、ちょっとご挨拶することがあるんですよ。どっちかというと、ウイッあ、なるほど。で、そこで、はるかが、じゃあ、始めまして、っていう、はい、その前、ちょっとはるかが、ちょっとこう、あれ、最初何するんだっけって、こう、はい、ぼーっとしてるわけじゃないですけど、はい、はい、タミちゃんと話すことなんです。はい、はい、主治医の先生が大体もう一度この辺りにいる感じで、はい、で様子をちょっと見てくれるっていう、はい、そう、ナースのソーシャルワーカーの方、まあそうですね、そしたらナースの方がまあ、そうそう、全然